アイテム番号 SCP-720JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-720JP 該当区域とその周辺は現在法的に財団私有地です。加えて、標準的カバーストーリー、危険海洋生物生息を施行して近隣住民からは一切封鎖されます。また警察組織他の協力を得て、あらゆる航空機は該当区域をはっきり視認できるようなルートを通らないようになっています。万一付近半径1000メートル圏内の上空に航空機が入り込んだ場合、フロント企業並びに警察組織からの打診をもって速やかに退避させてください。海洋調査事業者の施設に偽装された際と、8127には常にレベル3以上の職員1名を含む職員4名以上が駐在するようにし、交代制で24時間、監視用定点カメラを観測してください。封鎖区域への侵入者が確認された場合、異常行動が見られない者は直ちに退去させ、状況に応じて記憶処理を行ってください。何らかの明らかな異常行動や、オブジェクトの特性の発揮と見られる現象が認められた場合、レベル3以上の職員1名の許可を得て、隠匿しつつ侵入者に接近、観察する必要があります。ただしその際、侵入者を拘束、無力化する必要が生じる状況も想定しなければなりません。SCP-720-JP-1-1 の捜索は依然続けられています。全世界の不審な漂着物の情報は改められ、SCP-720-JP-1-1 や他の SCP-720-JP-1 個体とおぼしきものの発見に際しては、発見場所直近の機動部隊と生物学に精通した財団職員が派遣され、財団施設にて精査されます。また、新たな SCP-720-JP-1 個体の出現の際に備え、海岸沖合100メートル地点には財団規格の海洋生物捕獲用ネットが張られています。これは1ヶ月周期で点検してください。ウェブ上に掲載される当該区域を撮影した写真、映像は、発見され次第直ちに削除及び編集がなされます。財団のウェブ検索アルゴリズムを用いた関連国検索は最低でも日に一度行ってください。なお、あえて掲載させ続け、被験者となり得るものをあぶり出す、案は過去に一度日本支部理事によって否決されています。当オブジェクトの収容、研究担当職員には、精神鑑定の結果、海や水辺への特別な執着がないと診断されたもののみが割り当てられます。説明 SCP-720-JP は、県、四北西部に位置する、海岸の大部分の区画です。現在は岩礁、砂浜、浅瀬、海面を含む約、編集済み、平方メートルが SCP-720-JP として指定されています。また、報告書の以下の文章においては SCP-720-JP に含まれるものとしてしばしば省略されますが、SCP-720-JP 一体から見える海の風景も SCP-720-JP-α として指定されています。研究の進行によっては SCP-720-JP 該当区域が縮小、SCP-720-JP-α の収容対象指定解除などといった定義縮小が想定されています。これは特性が発現したと見られる過去の案件の数が非常に少なく、実験も現状困難であるので、特性を持つ核となるものの正確な絞り込みが未だ完了していないためです。海岸周辺の水質、土壌、空気中の含有物質、及び生息生物には、他の水辺や海岸のそれらと比して特筆すべき異常はないとの検査の結果が出ています。SCP-720-JP に、元来海や水辺、液体そのものに対する性的嗜好を持つ者、以下、被験者、が暴露すると、被験者はまず SCP-720-JP に対し強い性的興奮の感情を見せます。これが特性発現と言える現象か、単にこのオブジェクトが彼らにとってとても戦場的な水辺だということなのかははっきりしていませんが、口述の事件720-2、およびその事後調査の結果からおそらく後者ではないかとの推測が立てられています。以下においては前述のような性的嗜好、便宜上、水際性愛、と呼称します。次に、被験者に急激な身体強度の異常上昇が見られます。質量保存法則を明らかに無視した体格巨大化と筋量増、皮膚の非常な硬化、手足の末端の水かき状の皮膜の生成、耳の後ろからうなじにかけてのエラとして機能するとおぼしい器官の生成などがその現象として報告されていますが、これらについてもまだ十分なデータは得られているとは言えません。死亡後には濃い磯の匂いを発しながら溶けたものような液状の物体へと変化するため、捕獲し解剖することも絶望視されています。
なお、肉体に同様の変化が認められた被験者は SCP-720-JP-1 に指定されることになっています。被験者の SCP-720-JP-1 への変化現象が精神に影響することは、少なくとも財団の過去に観測できた限りの変化段階では、ほとんどないものと思われます。これは機動部隊と交戦中の SCP-720-JP-1-2 の振る舞いや言動に明らかに十分な理性を見て取れることから推測されます。詳しくは下記の事件720-2の報告、及びライブラリの録画記録を参照のこと。最後に、SCP-720-JP-1 は海に向かって直進し、そのまま海中へと姿を消します。SCP-720-JP-1 は強化された脚力で水の抵抗もものともせぬようで走り、戦闘能力も映像記録にも見られるように非常に高いと報告されており、また、海岸の地形上、約50メートル沖から先が急に深くなっていることもあり、捕獲は容易ではないと思われます。SCP-720-JP-1 がその後どこへ向かうのかについては依然全く不明のままです。SCP-720-JP は年、1900年、別のアノーマラスアイテム収容任務に当たっていたエージェントの、死が偶然、海岸での小休憩をとっている最中に、突然衣服を脱ぎ出し、上述のような肉体変化を見せつつ海へと突進し姿を消した事件、後に事件720-1とされます。で、その異常性が財団に知られることとなりました。同伴していた2名のエージェントらは彼の制止を試みましたが逃げ切られ、後日、海岸沖合5キロメートル圏内の海中の捜索と日本海に面した諸海岸の調査が行われましたが、現在に至るまでエージェントは見つかっていません。親族へは業務中の海難事故により死亡、遺体は捜索されるも不明、との説明がなされました。事件は地洋上現象の一つとしてファイリングされ、現場周辺に波底重要度の要警戒区域として監視カメラが設置されました。しかしその後、年、2000年に事件720-2が発生したことで財団日本支部上層部により重く見られ、事件現場とその近辺にアイテム番号とオブジェクトクラスユークリッドが与えられました。同時に、失踪したエージェントは SCP-720-JP-1-1。事件720-2にて確認された個体は SCP-720-JP-1-2 に指定されました。後にエージェントや事件720-2の対象の親しかった友人などへの聞き込みや、両名の日記、ウェブ上の個人記録の精査などを行ったところ、両名ともに水際性愛の傾向があったらしいことが発覚。特性が暫定的ながら解明され、現在の収容プロトコルが確立されました。事件記録720-2、日付2000年、月、日。深夜2時30分頃、定点カメラ監視員より明ら SCP-720-JP 該当区域にて地洋上現象発現との通報があり、タイヤ人型オブジェクト戦闘に特化した機動部隊員10名が派遣されました。部隊到着時、体長3メートルほどの灰色の人型生物、この SCP-720-JP-1-2 が海の中へとゆっくりと前進しているところでした。部隊は生体のままの捕獲を試みましたが、蛍光していた下記類や刃物類の多くが異常に硬い皮膚ゆえに無効であること、激しい抵抗にあったことを理由に断念。1名の死者、3名の重軽傷者を出しつつ苦闘の末生物を殺害しました。生物は死亡後、磯のような異臭を放ちつつ体組織を液状化させ、そのほとんどが海へと流出しました。わずかに採取された体組織の DNA は、数日前に失踪届が出されていた、当時東京都、市に在住していた、市のものと一致しました。事件発生当時の定点カメラの録画には、死とおぼしい女性が現れて海に腹部ほどまで浸かった状態でひざまずき、G らしき動作を行い、その十数分後に衣服が背から破れ、肉体が膨張する様が映っています。また、戦闘した部隊による撮影では、SCP-720-JP-1-2 が主に、海岸の美しい風景についてや、なぜ自分と愛しい海とを引き離そうとするのか、などといった趣旨の発言を繰り返しながら交戦する映像が映っています。これら2つの映像は共に財団のライブラリに保存されており、担当職員の権限があれば閲覧できます。添付文書721以下は SCP-720-JP-1-2 となった市の SNS サイトにおける記述から抜粋した文書です。投稿されたのは事件720-2の146日前と記録されています。なお、この文書は現在当該サービスのサーバー上から完全に削除されています。
全略。ところで見てほしいのは、この間の合宿の時に撮ってきた写真なんですよ。海岸から見える海の様子を写したと思われる画像ファイルが3点添付されている。内訳は昼の様子が2点と夜の様子が1点。市の撮影技術は趣味レベルとしてはかなり高い熟練度であることがわかる。わぁ、わぁ、なんか本当に、すごく、すごい。いや完全にボキャブラリが死んでて申し訳ない。でもわかってください。ここでも何度か言ってる、いやらしい風景。ってこういう感じですよ皆さん。この写真を撮ってる前後でも波打ち際でしゃがんでぼーっとしたり、ちょっと波に足を浸したりしてました。ちょっとって言っても多分昼と夜合わせて2時間くらいいたけど。後でサークルの友達にめちゃくちゃいぶかしがられた。おうおう、ほっといてくれ。川の水辺を見てても時々こういう気分になるけど、やっぱり私の好きなのは海だなぁ。海を見ていると力が湧いてくるし、このまま浸ってどこまでも溶けていけたらいいなと思う。そしてこの海を見てると、本当に、溶けていけるよって、溶けてしまえよって言われてるみたいな気分になる。それは、日に日にそういう気持ちが増してきていて。夜の写真を他にもいくつか撮ったけど、これはどこにも出さないで一人で見るようです。展示会にも出さないつもり。バイト代を貯めて、またあの海には一人で行きたい。この文書を受けて、財団は警察組織を偽装し、本人捜索のためと偽り、市の所持していたデジタルカメラとラップトップ型 PC を親族より押収。海岸の写された画像ファイル26点を全てコピーして削除し、カメラと PC は親族へ返却されました。コピーした画像は事件記録映像のファイルと同様ライブラリに保存されており、担当職員の権限があれば閲覧できます。ホイ1、2017年8月現在、事件722に続くとオブジェクトに関連する事件は一切発生していません。また、被験者となり得る水際性愛者が依然現れないために、実験も未だ一切行われていません。ホイ2、海岸の景観は、実際配属された職員のほとんどが美しいと感想を漏らすほどのものです。ただし現在に至るまでそれが官能的であるとの意見を呈した者はいません。また、美しいが時折、ふと不思議な恐ろしさを感じる。沖から何かに見られているかのような感覚にとらわれることがある、といった報告も得られていますが。ごく少数である上漠然としており、また前述の通り実験自体が困難なため、特性として正式なデータには認められていません。